なんかいるよねって話なんですけど、いやなんかね、お家の近くにすごくね、こうベランダバルコニーに粗大ゴミと言いますか、使ってらっしゃるのかわかんないんですけど、とにかく物がすごいいっぱいあるところがね、あるのが気になってたっていうのが1年ぐらい前の話なんですけど、で、ある日突然ね、全部がきれいさっぱりなくなったので、あれみたいな、お引越しですかとか思ってたんだけど、きれいさっぱりなくなって、カーテンとかもなくって、もう人がいないみたいな感じだったんだけど、なんかね、こう通るたびに何かがこちらを見ているような感覚と言いますか、なんかただのお引越しじゃなかったですよねっていう、ただならぬ何かを感じるわけです、そこから。で、ちょっとわざとじゃないよ、わざと回り込んだとかじゃなくて、そっち側に用事があって、そのお家の窓側じゃなくってドア側に回ることがあったので、こうチラッとチラッと見たんですけど、なんかドアに張り紙されてんだよね、わかんないけど。でもさ、文字 A4 の紙が貼られてんの。でも文字を読もうとしてもさ、こう遠くからだとやっぱ限界あるから、え、なんか貼られてるみたいな感じだったんですけど、で、しばらくその状態が続いてたので、その間もね、ずっとなんかいるよねって感じだと、ただならぬ何かを感じるよねっていうだったんだけど、先日ですね、何が起こったか、窓ガラスが内側から全部段ボールで塞がられたんですよ。これ何が起こってるんですかね。私は気になってるけど、事件の香りを感じてます。有識者、何が起こってるのかちょっと推理してください。それでは参りましょう。シュシュポップのシュシュポップラジオ過去回。はい、ということで改めまして、皆さん、ハッポップ、シュシュポップでございます。なんか不思議なことってあるもんでさ、あ、なんかいるなって思うこととかありません？見えないけど、あ、今いるなみたいな、もうなんかわかんない、本当に何もいないけど勘違いしてるだけかもしれないけど、そういう時私ね、結構声に出して言ってる、喋りかけてる、ダメだよそこーとか一人で言ってます。あ、なんかそこにいるって思った時に、そこダメだよとか、なんかじっとしてるならいいよとか、一人でその虚無に向かって話しかけてるんですけど、さて、私は本当に虚無に向かって話しかけているのでしょうか。はい、まあね、こんな感じで始まりましたけど、今日はこのコーナーいきますよ。食レポ道場。はい、今日ご紹介するのはライクスイーツボックスさんのカヌレ焼きあんの芋でございます。開封、ペリペリペリ。これはですね、渋谷のスクランブルスクエアのカヌレマニアっていうところでご購入いたしました。で、なんかこのカヌレマニアっていうお店はあれなの、なんか全国各地の美味しいカヌレを集めましたっていうお店なんです。はい、で、私が選んだのは東京都港区のライクスイーツボックスというお店さん、パーティスリーさんのカヌレ焼き安納芋という商品でございます。さあ、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 いただいてまいりましょう。さあ、さあ、さあ、開かないです。さあ、あれ。さあ、あ、来ました。はい。大きさはね、特別、小さいわけでも、特大サイズなわけでもなく、まあ、いわゆるカヌレのサイズですね。上にね、ちょろりとこう、お芋なんだろうけど、かぼちゃ系の色の
ものが飛び出してます。でごまがね4粒乗ってますよ。カリカリ系っていうより弾力がある系の触り心地でございます。それでは実食。これ落ちた。なんかお芋のクリームとかが入ってるのかと思ったら違うわ。中身は普通のカヌレなんですけど、香りがすごくお芋。これ何が起こってるんだ。どうやったらこういうことになるの。すごいよ。なんか色とかも全然お芋はいないの。なんだけど香りにいるの。あんの芋のまったりしてる優しい香りがいるんですよ。すごい。で食べた感じもあんまりこうカリカリゴリゴリタイプではなく、やはりもっちりしっとりタイプですね。もっちりしっとりタイプのカヌレがお好きな方にはこのライクスイーツボックスさんのカヌレおすすめだと思います。中のしっとり感もすごくいいですし、外の跳ね返してくる感じがね、硬すぎず柔らかすぎずでちょうどいいです。カヌレさ作ったことあるよ。なんだけどこれ焼き加減とか焼き時間がね、私はちょっとねこうやや難しいなと感じていて、なんかわからんけど型からはみ出すぐらい長いカヌレができちゃったり、逆になんか頭の部分に焼き色があんまりつかない、なんかカヌレの形をした何か、なんかカヌレ型のマドレーヌみたいなのができちゃうこともあったり、すごい表面が芋けんぴみたいにゴリゴリになることもあったりして、うまくいくこともあるんだけど、半分ぐらいねそういうなんかカヌレの親戚みたいなのが生まれるんですよ。やっぱりこのプロ、お店で売ってるプロが作るカヌレというのはねすごいなと思います。またね今度カリカリタイプのカヌレとか中に何かが入ってるようなカヌレとか実食してみたいなと思います。おすすめのカヌレとか入手困難だけど食べたかったら手に入れてみーみたいなカヌレとかあったらぜひ教えてください。よろしくお願いします。今日ご紹介したのは東京都港区から、ライクスイーツボックスさんのカヌレ焼き安納芋でございました。ではお便りをご紹介いたしましょう。ショー SNP さんからです。ありがとうございます。今月のテーマのお便り。シュシュさん、ハポップ、ハポップ。月曜日の朝、たまに夜、ラジオを聞いて癒されています。ありがとう。今月のテーマが、2024年にやりたいことというので、思いついたので投稿します。ありがとう。ズバリ、ガレージキットに挑戦する、です。宇野平さんも言っていたワンフェスでメダロットのガレージキットを買ったのですが、不器用なので未だ手を出せずにいます。せっかく買ったので作りたい、でも失敗したら取り返しがと悩んでいましたが、作らないのはもったいないのでここで宣言してしまおうと思います。シュシュさんのキットも入手したので、お完成したらシュシュアートで投稿しますね。それでは今日もゆるりとポップポップ、おーということでありがとうございます。原稿の上にさカヌレの残党がさポロポロしてる。後で片付けます。はい、ということでガレージキット、略称通称愛称、ガレキというものですね。こちらに挑戦。ガレージキットとプラモデルはどう違うの、教えて。うのへ一緒です。嘘です。色を塗るのがガレージキット、プラモデルも色塗る。ガレージキットよりプラモデルの方が難易度低い？低い。じゃあガレージキットちょっと買ったけど怖いなという方はぜひプラモデルをやってみてからガレージキット行ったらいいんじゃないかなと思います。わからんけど。違う。違います。
嘘をつきました。騙されてはいけません。ちょっと今度リアちゃんに会ったら聞いとくわ。はい、っていう感じで外事キット挑戦するって言い切ってくれましたし、シュシュさんのやつもあるらしいですし、あと投稿してくれるっておっしゃってるんで、また投稿したらちょっとお便りでできたよって教えてください。タグを見に行きますんでよろしくお願いします。はい、ということで、今月のテーマ、今日お読みしたのは12月に募集していた2024年にやりたいことというタイトルテーマだったんですけれども、1月募集しているのは怖いものでございます。あなたが怖いもの、その理由だったり、怖いものが怖くなったエピソードだったり、いろいろあったら教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週もゆるりと参りましょう。ポップポップおーということで、シュシュポップでした。ありがとうございました。